ゴロ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 。こんにちは、武器屋の店主のフランです。私は勇者のゆうちゃんだよ。え、ゆうちゃん、今日は普通の格好なの？私はいつだって普通だよ。ゆうちゃんの変な格好してくると思ったのに。それじゃあ私がバカみたいでしょ。私が変な格好をしてくるだなどと、その気になっていたお姉さんの姿はお笑いだったぜ。わははははこら、宿題法を打つわよ。はわわわわ、ひらめきが必要だ。今日は工場戦の歴史の続きです。前回はアッシリアの工場戦術がギリシアに継承されるところまでやったよ。ギリシア人がシチリア島にシラクサという都市国家を作りました。一方、シチリア島の対岸に位置するカルタゴもシチリア島の覇権を狙っていました。シラクサとカルタゴは敵対していたんだよね。そしてカルタゴはアッシリアから伝わった工場戦術を継承していたんだ。やばい敵なんだよ。シラクサはカルタゴを倒すために工場戦術の研究を始めます。で、シラクサにアルキメデスが生まれたんだよね。天才アルキメデスの手によってシラクサの工場戦術は飛躍的に進歩します。アルキメデスって言うとすごい科学者だよね。テコの原理を発見した人なんだ。実は工場戦術の天才なのです。そんなにすごいの？うん、シラクサを難攻不落の超要塞へと改造してしまうのよ。それから前回の動画を見ますと今回の内容がよくわかると思います。前回の動画、ギリシアの工場戦を見るべし。そもそもシラクサの工場戦術の研究はディオニュシオス1世という支配者が始めたことです。カルタゴを倒すには今までの古いやり方じゃダメだと気づいたんだ。ディオニュシオスが始めた研究の成果は2つ。シラクサの防衛力の強化と工場兵器の開発、この2点です。実際にはどんな感じで強化したの？防衛力の強化から見ていきましょう。この地図を見てください。あ、これは前回の動画に出てきた地図だ。これは紀元前415年のシラクサの地図です。赤い枠で囲われたのが当時の城壁です。赤い枠で囲まれたところは町になってるの？そうよ、アテネの遠征軍と戦った時、城壁は町を囲っているだけの状態でした。アテネが攻めてきた時は苦戦したんだよね。スパルタの助けがなければシラクサは落とされていたかもしれません。そしてディオニュシオスが作った城壁がこちらです。おう、めっちゃパワーアップしている。ディオニュシオスがシラクサを支配したのはアテネとの戦いから10年後です。シラクサという土地には特徴があります。町の北西の黄色い部分を見てちょうだい。この黄色い部分は特殊な地形？回避率が 30% アップするとか、そういう地形効果があるとか？ここをエピポライ大地と言います。ここは小高い丘になっていて、シラクサの町を上から見下ろすことができます。シラクサの町がどうなっているのか手に取るようにわかるね。つまりこのエピポライ大地が戦場の要所になってくるのです。戦場の要所？シラクサ攻防戦における急所です。ここを敵に奪われてしまったらシラクサの防衛はかなり不利なのよ。おう、なるほど。事実、アテネ軍が遠征してきた時、このエピポライ大地を奪われてしまいました。結果、シラクサは大苦戦をすることになります。そうだった。ということはこの大地を敵に取られたらダメなんだね。ディオニュシオスはこのエピポレイを守るため大地の全てを城壁と砦で囲いました。全長で27キロということです。大工事だね。そしてエピポライ大地の西にエウリュアロスという要塞を築きます。エウリュアロス要塞、すごく言いにくくて舌を噛んでしまいそう。まあ私たちには絶対噛まないマシーンが内蔵されているから関係ないけど、ここは地形的に最も狙われやすいのでここに堅牢な要塞を作ったのです。この場所が弱点だったの？エピポライ大地の中でもこの場所だけは平坦になっていて侵入しやすかったのです。なのでここを重点的に強化しました。なるほど。このエウリュアロス要塞は何度も改造強化されました。そしてアルキメデスが最終的な改修を行って完成したのです。おう、アルキメデスが手を加えたんだ。アルキメデスの登場はディオニュシオス1世から100年後くらいになりますかね。100年以上かけて改修とはロマンだね。このエウリュアロス要塞は難攻不落の要塞です。この要塞に匹敵する城郭は中世に入るまでなかったと言われています。すげえ、オーバーテクノロジーじゃないですか。事実、このエウリュアロス要塞は
外からの攻撃で一度も陥落したことがありません。この後、ポエニ戦争でローマがシラクサの行為を行いますが、ローマでも手が出せないほどに堅牢な要塞だったのです。すごいな。でもさ、これってカルタゴと戦うための要塞ではないの？ローマと戦ったの？うん、シラクサはローマと同盟関係にありました。でも、反ローマの風潮が生まれ、カルタゴ側に回ってローマと戦うことになっちゃったのよ。ふーむ、いろいろあるんだね。これは、エウリュアロス要塞を上から見た地図です。こんな紙見てもわかんねえよ。わかりやすくしたのが、こちらの絵です。おう、これはわかりやすい。方角が逆になっていますね。絵の右が西ということになります。ドラクエ脳の私は、上が北、右が東。エウリュアロス要塞の正面に橋がありますね。ここが平坦な地形になっていて、敵の侵入口になります。橋を渡って敵が来るってことかな。橋の下は人工的に掘った堀だそうです。敵を一箇所に集めるための工夫のように思えます。城壁の横からは入れないのかな？城壁の側面は崖になっていて、ここからの侵入は不可能でした。陸地からシラクサを攻略しようと思ったら、このエウリュアロス要塞をどうにかする必要があるのです。どう見ても罠を張って待ってるとしか思えない作りだよ。このエウリュアロスのテクノロジーの一つに、トンネルで移動できるという点があります。トンネルを通って敵に見つからずに兵士を移動させることができたのです。サプライズアタックが可能？しかも迷路のようになっており、敵に侵入されても撹乱できる構造になっています。また3のところには近づかないと見えない堀があります。トラップカード、狡猾な落とし穴。第1の城壁を越えても第2、第3の穴が仕掛けてあったのです。いやらしい罠を張るな。次にこの絵のシートいいですね。ここから工場兵器でローマ兵を攻撃したのです。この構造、狙い撃ちじゃないですか。要塞の前の B に大きな堀があります。この堀の前で敵を足止めできます。工場塔を使おうとしてもこの堀を埋めてる間に攻撃されてしまうね。ちなみにこれが現在の大きな堀です。こういう風になっているのか。当時世界最先端の要塞防御テクノロジーを持っていたのはギリシア人でありシラクサだったのです。次にシラクサの工場兵器を紹介しましょう。やっと武器の出番が来ましたか。前回ディオニュシアスが開発したガスタラフェテスとオクシュベルスを紹介しました。これはクロスボウの祖となる武器です。ディオニュシアスは地中海のそこら中から科学者や職人を集めて工場兵器を開発したんだ。オクシュベルスは据え置き型のクロスボウだね。この当時の工場兵器の開発ではねじりバネというのが革新的な発明になります。ねじりバネ、バリスタやオナガーという工場兵器に使われた技術ね。ねじったラープが元に戻ろうとする力でやや岩を飛ばす仕組みです。歩兵、バリスタってのはこういう風になっているのか。初期のガスタラフェテスやオクシュベレスにはまだねじりバネは使われていませんでした。しかしねじりバネを組み込むことで威力は格段に上がったのです。なるほど、そうなのか。ねじりバネは誰が発明したのか分かっていません。アルキメデスよりも前のフィリッポス2世の時代にはすでにあったそうです。フィリッポス2世はアレクサンドロス大王の親父だ。ディオニュシアスの工場戦術開発の成果はギリシア本国のフィリッポス2世に継承されていきます。そしてさらにフィリッポスからアレクサンドロスへと継承されるのです。これはまた別の回でお話ししましょう。アルキメデスもこのねじりバネを利用して兵器を作ります。最大で80キロの石を飛ばすカタパルトを作ったそうです。それって何メートルくらい飛ぶのかな。距離がどのくらいかは資料が不足してわからないけど、例えばねじりバネで矢を飛ばすオクシュベレスは400メートル先の魚雷を貫通したそうです。当時としては破格の破壊力なのか。そしてさらにアルキメデスはとんでも兵器を多く作ります。とんでも兵器、期待外だね。本当にアルキメデスはこんなの作ったの？と驚くものばかりですが、一つずつ紹介していきます。まずは軽いやつから紹介していくわよ。そんな言い方をされると重いのがどんなのか気になるな。アルキメデスが活用した技術で滑車が出てきます。滑車ね、あまりすごそうに思えないな。テコの原理を発見したのはアルキメデスですね。テコを巧みに利用した工場兵器を作ったそうです。その中にクレーンがあります。クレーンですと？
滑車と歯車を利用して100キロほどの岩をクレーンで持ち上げ、ローマの軍船に落として沈没させるという武器があったと。古代の時代にそんなものが。シラクサの町は海に面しています。最初ローマ軍はシラクサを海から攻撃しようとしたのです。じゃあ海岸の城壁にクレーンが配置されていたってこと？そうらしいわよ。マジかよ。また陸地の攻防戦では城壁からクレーンで丸太を落としてローマの工場塔を破壊したとも言います。ゲセヌ。次に紹介するのはアルキメデスクロウですね。何それ？これもクレーンを利用した兵器です。ローマの軍船相手に使ったそうですが、先っぽは巨大な爪のような形をしています。絵を見れば説明不要だよ。なんだこれは、絶対嘘だ。掴んで持ち上げるというより、船体に引っ掛けて持ち上げて、ひっくり返すという仕組みのようです。しかし、これはとんでもない武器ですよ。まだあるわよ。これ以上のネタがあるというの？蒸気砲というのがあったそうです。蒸気。お湯を沸かして敵を火傷させる武器ですか？ちょっと違うかな。蒸気の力で砲弾を飛ばす兵器ということです。蒸気機関ですと。アルキメデスって何者ですか？レオナルド・ダ・ヴィンチはアルキトネールという蒸気機関の論文を出します。この論文のアイデアはアルキメデスの発明に帰属すると主張していたそうです。蒸気機関のアイデアはアルキメデスの時代にもあったということか。アルキメデスってすごい博士だね。最後にアルキメデスが開発した最終兵器を紹介しましょう。ファイナルウェポンですと。アルキメデスの熱光線という武器があります。ああもう名前からしてヤバい武器だよ。これは強力な虫眼鏡といえばわかりやすいでしょうか？これもリフレクに反射されたファイガジョン。太陽の光を鏡で反射させて就航しローマの軍船を燃やすという武器です。ソーラレーだ。ソーラレーはすでに完成していたんだ。エルドルバ照準に合わせれば敵主力の3分の1は仕留められる。アルキメデスが開発したという爪、蒸気砲、熱光線に関して実用性のほどは分かりません。いくらなんでもロマン兵器すぎるよ。こういった神秘的な武器はロマンがあって魅力的ですが、アルキメデスが天才としての進化を発揮したのは要塞防御のテクノロジーでした。エウリュアロス要塞の防御建築、巧みに兵器を配置して効率的に敵を排除する防衛戦術、これがアルキメデスが天才と言われたゆえんです。アルキメデスは築城の天才ってことかな？そうだね。アルキメデスは工場戦術の中でも防御テクノロジーにおける父と言える存在でしょう。まさかアルキメデスがこんなにも工場戦の歴史に関わってると思わなかったよ。武器屋のお姉さん。しかし結局シラクサはローマに征服されてしまいます。マジで？シラクサにローマの内通者がいました。エウリュアロスの攻略を抜きにしてシラクサは陥落したのです。かあ、なんてこったい。ローマはアルキメデスの戦術に大苦戦し、彼を何としてもローマに招きたいと考えていました。ローマの将軍マルケルスはアルキメデスを殺すなと兵士たちに厳命しました。しかし兵士が誤って殺してしまったということです。なんということだ、これだからモブ兵士は。そしてこのシラクサ、ギリシアで発達した工場戦術はローマ帝国へと継承されていきます。続きが気になるね。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。ボイキャスもよろしくね。